マルッとキリマルです。皆さんこんにちは、キリマルでございます。多分タイトルを見てびっくりさせてしまった方いると思うんですけど、まあ、私のチャンネルの視聴者が9割女の子っていうのもあって、今回は全女の子に向けてちょっと伝えたいことがたくさんあって動画を今撮ってます。やっぱ私はこうやって YouTube を通してさ、なんか発信できる場所があるけんこそこうやって発信して少しでも女の子に届いたらいいなと思って動画を撮ることにしました。まあ、結果から言うと、今月ね、もうすぐ手術をすることになったんですけど、あ、でもまず伝えておくのが、中でもステージがあって、私はその全身に広がって悪性の死んじゃうような癌ではなく、その一歩手前の広がる手前の今癌がここにある感じです。ちょっともしかしたら長いかもしれんけど、本当にね、もう女の子に本当にね伝えたいことがたくさんあるので、長いかもしれないけど、よかったらこの動画を最後まで見てもらえると本当に嬉しく思います。私も本当女に生まれてきて、あ、もう全然他人事じゃなかったんやって思えたけん、本当にこの動画をもうなんかこう勉強授業というか勉強と思って見てもらえると嬉しいです。で、実際に私がなった子宮頸がんっていうのが、私は元看護師やけん、もちろんその子宮頸がんに対してある程度の知識はあったんやけど、そこまでこう自分がなってみて想像以上に20代30代めちゃくちゃなる人が多いっていうのを知ったんよ。まず分かりやすく説明すると、子宮頸がんっていうのは、まあ、女の子にしかならなくて、子宮にもこう子宮体部頸部っていう場所があるんやけど、そこの子宮頸部の部分が癌化することを子宮頸がんって言うんやけど、今まで性行為とかパートナーとそういうことをしたことがある人、そういう行為をしたことがある人の過半数以上の人がかかるウイルスって言われてるんやけど、もちろんそのウイルスは男の人が持ってる場合もあるんよ。うちら女が持ってなくても男子が持ってて、それを普通に性行為で移される可能性もあるし、で、男子は子宮がないけん、もちろん子宮頸がんにはならんのよ。けどそのウイルスを持ってるけん、例えば男の子がまた他の人とやったら他の女の子がかかるかもしれないみたいな感じで、性行為の経験がある人の過半数はそのウイルスを持ってるって言われてるんやけど、そのうちのまあ大体 90% が自分の自己免疫で治るものではあるんやけど、そのうちの 10% がストレスとか過労とか働きすぎとか、その免疫が落ちた時にそのウイルスが治らずにここにずっと停滞することでどんどんがんになっていくっていうのが子宮頸がんなんやけど、やけなんかそもそもがんって聞いたらすっごい重く感じるし、まさか自分が関係ないわと思うかもしれんけど、ほんと子宮頸がんに関しては誰がなってもおかしくないものっていうのは覚えてほしくって、で、そもそもなんで私が分かったかというと、なんか私もともとすっごい生理痛が重たいタイプで、でも特に生理前症状 PMS が本当にひどい時期があって、もうあまりに耐えられんくって、実は結構前から低用量ピルをずっと飲んでるんですよ。それで病院に行ったら、あ、子宮内膜症がありますって言われて、で、子宮内膜症は主にこうやっぱ生理痛がすっごいひどいとか、血の量が多いとか、赤ちゃんができにくいとかもいっぱいあるんやけど、やけん妊娠を希望するまではやけんピルを飲んでくださいって言われて、そっからずっとピルを飲んでて、やけん私は毎月産婦人科に行ってピルのお薬をこうやってもらいに行きよんのやけど、そしたらちょうど、あ、キリコさん、前回の診察から1年経ったけん定期検査をしましょうって言われて、股を広げて産婦人科の内診っていうのをやるんやけど、この中子宮にエコーを当ててみたり、それこそこの膣の中を調べたりとか、内診っていうのがあるんやけど、大丈夫と思うけど、やっぱ子宮内膜症あるねって言われて、その一応1年経つけん子宮頸がんの検査もやっときますよって言われて、あ、はい、お願いしますみたいな感じでやってもらって、で、その結果が出たくらいの時に電話がかかってきて、先生から「キリコさん」みたいな、ちょっと近々病院に来れるかなって言って、精密検査が必要なんですって言われて、もしかしたらがんかもしれんし、わからないこうもやっとしたものがあるけん精密検査して、次はそこの細胞をなんかこう切ってパチンって取って、それを顕微鏡で見てがんなのかを調べるんやけど、で、子宮頸がんの中でもまずステージがあって、ステージ1,2,3で、その後が転移するような本当に放射線治療とか抗がん剤治療とかするようながんに至る段階があって、で、私は結局その時がステージ2だったんですよ。20代後半からだいたいこう30代にかけて最近すっごい流行ってるんです。だから多いんだよって言われて、なんか20代でがんって絶対ないやろって勝手に思っちゃってたんよ。やし健康やし全然何も症状もないし、そもそもステージ2っていうのはステージ1,2,3あるうちの2までは治療法が何もないんだって。そのまま
自分の免疫で消えていくパターンもあるし、ちょっとずつちょっとずつ進行して3の高度、3の上皮内癌っていうやつになったら手術が必要ですって言われて、でもキリコさんまだ2やけん定期的にちょっと受診をして経過を見ていくよって言われて、そのまま帰ったんよ。3ヶ月おきに受診してねって言われて、3ヶ月経って受診した時に3になっちゃってて、やっぱ免疫が下がったことによって結構なる病気やけん、 100% 自分の免疫かは分からんけど、まあでもやっぱ働きすぎとかストレスとかやっぱこう体に負担を与えてしまうと自分で治せずに進行しやすいみたいで、で私は3になってしまってて、それで手術が決まりました。やっぱすっごいショックやったけど、なってしまったことは変わりないし、もう同じ気持ちというか、この経験をみんなにはしてほしくないけん、もう会ったこと聞いたこと調べたことを全部話すんやけど、大きい病院にこの前受診して改めて見てもらって、でそれでなんか先生が画像を撮ってくれたんよ。結構グロいけん出すか迷うんですけど、ちょっと本当にね人事と思ってほしくないけん、もう私は全部見せようと思います。体の中のちょっとグロいのが苦手な人は10秒か20秒ちょっとスキップをしてください。もう自分の影響別に見られていいんやけど、子宮頸部の写真見せるよ。3飛ばしてね。2、1、じゃん。私の今のこの子宮の頸部のここにこういう感じの癌組織になってて、ここを手術で切らんといけんくなったんやけど、思ったよりなんか怖って思って、何も症状ないし、すっごい体も元気なのに、やっぱ自分の見えない内臓がこんな風になってると思うとやっぱ怖くって、それですっごい思ったんよ。やけん体調に気をつける生活、私生活をちゃんとせんといけんし、生活リズムを整えたり食事だったり運動やったり、こういうところで去って出るんやなっていうのをすごい感じて、まず絶対もう本当にまずみんな症状がなくても産婦人科に受診してみて、定期的に検査をしてっていうのは伝えたいんやけど、私がこれをなってあまりに友達心配で周りの友達みんなに言ったんよ。もうお願いやけん検査して、お願いやけん定期検査してって。女の子って想像以上に生理痛が痛いのが当たり前、症状きつい我慢するのが当たり前と思いすぎて、全然産婦人科に受診してない人があまりに多すぎて、周りに私もピル飲んでなかったらそもそも全然通ってなかったと思うし、ほんと周りの友達に勧めまくって言ってもらったんよ。そしたら私の周りだけでもう2人引っかかった人がおって、でその2人とも自覚症状全くないんだって、もはや生理痛とか全然ないしくらいの人も引っかかったりしよって。やけん本当にこれを見て、産婦人科で受診したことない人、自分の子宮とかここをちゃんと見てもらったことがない人は1回でいいけん1回ちゃんと体の検査をしてみてほしいなっていうのと、症状は早期に自覚症状はもうほぼないんだって。やっぱり進行していくと異常な量の織物、生理の時以外に出血があったり、不正出血とかで性行為の時に出血があったりとか、あとは生理痛、下腹部の痛み、この生理痛とこの子宮のあたりが痛いなとか重たいなっていうのが症状なんやけど、基本的には自覚症状がないっていうのがもう怖いな、がんの怖いとこなんよ。なんかあんまり人にさ織物の話とかせんけど、織物の量が昔からめっちゃ多くて、織物シート引いてもビッチョビチョになるくらい、もはやナプキン必要なんじゃねって思うくらい異常なくらい織物が多くて、それも結構体質にもよるし、他の病気があってそうなってる可能性とかもあるらしいよな。私はこれで手術で切除するんやけど、これを気づかずにそのまま放置しておくと数年かけてその悪性のがんになって、ほんと全身に転移したりとか、ほんとにあのもう死亡するような、ほんとにこうがんで亡くなるっていう状態に、受診せずに気づかんくて数年放置したら私は多分ほんとに死んでたと思うよ。病院に行かずに気づかんかったことを考えると本当に怖くって、こんなに身近にいっぱいさ病院があっていつでも受診できるし、きっとみんな保険にも入ってるやん。せっかく保険入ってるのにさ、全然多分みんな病院行ってないと思うよ、特に若い人って。それはもう健康なことでもちろんいいことなんやけど、こううちらってさ生理っていうものってさ人によって全然段階も違うし、生理前の症状とか生理中の症状もみんな違うやん。なんか私ってさ生理重い方なんよな、こういう体質なんよな。もちろん体質もあると思うけど、なんか生理って痛みがある時点でそれはもう良くないらしい。やっぱ生理痛重い人は子宮内膜症の可能性だってあるし、他のね病気にもいろいろあると思うけど、その毎月来る件こそ自分の体質と思い込んじゃって、なかなか
気づかんなと思って、やけんほんと受診してほしいっていうのと、手術にも2つ種類があって、がんのところを切ると、あとはなんかレーザーで取る場合もあるんやけど、やっぱレーザーになると先生曰くぼかすような感じ、ごまかすような感じになるけん、完治するかって言われたらやっぱ再犯のリスクが高いんだって、レーザーの方が。だからなんか先生的には切ることをおすすめするけど、その分人よりも子宮の頸部が短くなるけん、妊娠した時に早産早く出てくる可能性があって、その早産の可能性があるよっていうのと、子宮のここが狭くなることで出血せんといけんはずの生理の血がちょっとお腹に溜まりやすかったりとか、やっぱ妊娠しにくいリスクもあるとは言われてるんやけど、そうやけん、まあどっちもねリスクはあるんよね。すごい悩んだけど、でもやっぱそれでなんかがんのリスクを考えると切った方がいいんかなと思って、私は今回その切除っていう手術方法でお願いしますって決めたんやけど、子宮頸がんっていうのはそういう病気です。難しいよな、普通に分からんしな、自分の体のことなんか。なんか20代ってもう絶対大丈夫やろこれしか思ってなかったから、多分妊娠した時以外産婦人科にわざわざ行くこととかきっとないと思うよ。多分どんどんがん進んで、気づいた頃にはもしかしたら末期がんになってたかもしれんし、そういうなんかこう偶然が重なって私はちゃんと見つけられたんやけど、このウイルス自体はやっぱ過半数の人が持ってるっていうのもあって、知らずに進んでる人、私よりも進んでる人が多いかもしれんし、すでに持ってる人、ステージはまだ若いとしても持ってる人もおるかもしれんし、きっと今見てる中でも絶対おると思うよ。だけどもう本当に私からのお願いで、特に女の子ってさ、男の人にはもちろん分からん部分ではありつつも、やっぱこう自分の体を守っていかんといけん部分でもあるし、将来さ子供を産んで家庭を持ったりすることを考えたとして、妊娠するのもうちら女性やしさ、赤ちゃんもこの子宮の中で育っていくわけでさ、女の子にしかないこの臓器ってすっごい大事やなって思ったんよ。でやっぱそのがんが進んだら子宮を全部取らんといけんくなるとか、もちろんその死亡リスクだってあるし、もちろん自分の体も傷つくし、なんかこう精神的な苦痛も、でも本当に現実やと思うんですよ。すぐ受診も検査もできるし、私はさ25やけん普通に受診できるけど、それこそやっぱ10代とか思春期とかで恥ずかしいやん、病院怖い、何するとこかわからんって思ってさ、なかなかいかんやんか。そうやけん最初はお母さんと一緒とかでもいいと思うし、やけん多分この動画を見て今きっとよし分かったキリちゃん行くよって思ってくれてる方もしかしたらねいるかな。ありがとうね、本当にそれだったらすごく嬉しいんやけど、でも多分きっと怖いと思うよ、何するん、どんなとこなんて。そうで、まず行くところは産婦人科になるんやけど、産婦人科はそういうなんか赤ちゃんを産むとことか、そういうイメージがねみんな勝手に強いかなと思うんやけど、もう全然関係ない、もう子宮に関するところはもう全部産婦人科に行ってよくて、普通の診察とやっぱ違うのは、多分最初ちょっとびっくりするかもしれないけど、もうみんなやるけど、もっともっと広げるんやけど、こう広げてこれで診察をするんやけど、もう恥ずかしいと思うやん多分。あの上医さんもたくさんおるし、もちろん男の先生もおるけど、女の先生のとこに行けばいいし、本当に患者さんのそういうなんかおっぱい見ても下見てももうなんとも思わんの、なんとも思わんけん、こっち側、多分医療従事者側は毎日めちゃくちゃいろんな人のやつを見てるけん、別になんかそこに関して多分なんとも思わんのよ。やけん安心して行ってほしい。私がいつも行くところはカーテンないんやけど、羞恥心を配慮してここにカーテンを置いてくれるけん、逆にこのカーテンから向こう側に私のここがもう丸見え状態で、もはや私はカーテンがかかって何も見えないよみたいな場所もあるん。なんか私的にはカーテンない方が恥ずかしくないよ、もはや先生の顔とかが見えた方がなんか安心するんやけど、カーテンされる方が向こうで何されるんだろうとか怖いな怖いなとか思うんやけど、それで子宮頸がんの検査はまずあの綿棒みたいなやつでこう細胞バーって取って、それを調べられるんや。いやなんか怪しいとこがありますってなったら、その後にその怪しいところをパチンって切って、でそれを精密検査に出してみたいな感じで、やっぱこう毎回検査も嫌なんよ。なんかずっとやっぱさ自分のここに なんかこうずっと自分の中にああ良くないものがあるやなーってい こう精神的ストレスにもなるし、本当にいいことないけんさ、なんかこうメンタル的にも本当にいいことないけん、本当どんだけ健康でもいいけん、はい定期検査を。でなんかこう推奨はこう2年に1回検査するといいらしいんやけど、もう私の大切なみんなにお願いです。
もう私のチャンネルを見てくれてる全女の子、私はみんなのことが本当に大切やし、みんなにはこんな思いをしてほしくないけんこそ、本当にやっぱ早期発見と早期検査治療っていうのがね、どれだけ大事かっていうのがめちゃくちゃ思ったけん、本当に私からのお願いです。みんな一回行ってみてください。自分の健康は本当にお金には変えられんし、やっぱ何よりも命に変えられるものはやっぱないけん。やっぱ私もすごいさ、ストレスやったんよ、ずっと。なんで私がっていうショックもあったし、やっぱ自分の体をさ、過信しすぎてた部分も本当にあって、もうなったからには仕方がないということで、みんなにはなってほしくないと思って動画を今回撮りました。もしかしたらちょうど私と同じ病気でこう悩んでて、すごくこう重たい気持ちの人もいるかもしれんし、もうすぐ私は手術なんですけど、しかも手術がね、全身麻酔なよ。私全身麻酔したことないけんさ、ちょっと怖いんやけど、何回も病院に行って検査して、なんか何回もで、また入院の前の日になんか麻酔科の先生の話を聞きに行って、だいぶ時間ちょっと取られるんやけど、手術が無事に終わって家に帰ってきたらまた動画を撮ろうかなと思っております。でも体自体は本当に元気で、何よりその全身に広がるがんになる前に私は気づけてよかったなっていう、それだけが奇跡というか、私がこのまま放置せん限り死んだりとかはしないので、ちゃんと手術もしてくるので、みんなご安心ください。その代わりみんなはちゃんと病院に行くんだよ。二十歳の頃にそのうつになって、もう何にもできんかった時、ニートしよった時もそうやってんけど、心身ともに、精神も自分の体も心身ともに健康じゃないと、例えばどんだけ周りに恵まれて幸せで時間もあってお金もあってっていう人がおったとしても、自分の体が健康じゃなかったらもう何にもできんし、元も子もないから、毎回身に染みてすごく感じます。やっぱ自分の体は自分で守っていかないといけないなっていうのをね、すごく感じました。そう、私はすごい元気やけど、本当に多分外食ばっかで、コンビニばっかで、多分本当にね、栄養のない体に悪いご飯とかばっか食べよったんよ。やっぱ長い目で見た時にすっごい差ができてくるんやろなっていうのをね、めっちゃ感じました。みんなも自分の体を大事にしてほしいし、私も自分の体を大事にしようと思います。すっごい長くなってしまったんやけど、まあ私はすごい今元気ですっていうのと、また経過が、またね、手術終わって帰ってきたら報告しようと思います。っていう感じで、ちょっと急にね、すごい重たい動画になってしまったかもしれないんですけど、本当にみんなのことが心配やけん。よろしくね、みんな。お願いします。ということで、最後まで動画を見てくれてありがとうございました。これはもう重たい動画というよりは、もうみんなに発信したかった動画やけん、なんかもうその悲しい感じの動画ではないので、なのでまたいつもの明るい動画を撮っていきたいと思います。ということで、じゃあありがとうございました。みんな本当に体に気をつけてね。じゃあバイバーイ。みんな病院に行くんだよ。じゃあね、バイバーイ。